Windows Windows のセキュリティ機能、Windows Defender Microsoft Defender は、Microsoft によって開発された、アンチウイルスソフトウェアである。Windows 10 May 2020アップデート以前は、Windows Defender アンチウイルス、Windows 10 Creators アップデート以前は、Windows Defender と呼ばれていた。当初は Windows XP 用のスパイウェア対策プログラムとして最初にリリースされ、 あとに Windows Vista と Windows 7に同梱された。Windows 8以降からは Microsoft Security Essentials に代わる完全なウイルス対策プログラムに進化した。2019年3月21日、Microsoft は Mac コンピュータを対象としたビジネス顧客向けの Microsoft Defender a t p for m a c を発表し、さらに1年後には、 モバイルデバイスの保護を拡張するためにマイクロソフトディフェンダー a t p for a n d r o i d を発表した。iOS デバイス向けにはマイクロソフトスマーツクレーン、ファイアウォール、マルウェアスキャンがある。モバイル版のマイクロソフトディフェンダーには悪意のあるアプリがインストールされていることを検出した場合に企業データへのアクセスをブロックする機能がある。下記のものを含んでいる。 Windows Defender は、マイクロソフトが2004年12月17日に、買収を発表した、ジャイアントカンパニーソフトウェアのジャイアントアンティスプイウェアを元に開発したものである。元々のジャイアントアンティスプイウェアは、Windows QX をサポートしたが、Windows Defender ではサポートしていない。しかし、ジャイアントカンパニーソフトウェアとパートナーであった。 サンベルトソフトウェアは同じエンジンを搭載したカウンタースプイと呼ばれる製品を販売しており、これは Windows 9x での使用をサポートしている。ベータベータ1は2005年1月7日にマイクロソフトアンティースプイウェアという名前でリリースされた。機能はジャイアントアンティースプイウェアとあまり変わらず、基本的にユーザーインターフェースが変更されただけのものである。インストールするためには、 Windows g e n ジェニ e ーにアドバンテージの確認を必要とする。ベータ2から名前が Windows d ディフェンダーと解明され2006年2月14日にリリースされた。ベータ1とは比較にならないほどの様々な変更が行われた。エンジンは C で書き直された。またベータ2では Windows サービスとして動作するように変更することによりユーザーが ログインしていない時でもコンピュータを保護できるようになった。ベータ2ではジャイアントアンティースプリウェアより多くのエントリーを保護できるようになった。さらにベータ2ではベータ1に比べて直感的なインターフェースとなった。ベータ2でも我がの確認を必要とする。マイクロソフトは後にドイツ語版と日本語版をリリースした。なおベータ版の時点では Windows2000 はサポートされていた。 正式版2006年10月25日に英語版が正式公開され2006年11月10日に日本語版が正式公開された多少の有予期間を経た後それまでの版はデジタル証明書の有効期限切れとして使えなくなりアップデート適用が必須となったマイクロソフトは Windows Defender の正式版が Windows XP S Windows s e サーバー2003をサポートすると発表した。ブランド化日本マイクロソフト株式会社は、Windows 10バージョン1709に合わせて行われた、法人向け説明会の場で、それまでのアンチウイルスソフトとしての、Windows d ディフェンダーを、Windows d ディフェンダーウイルス対策と改め、Windows d ディフェンダーの名称を、セキュリティ対策全般のブランド名として使用すると発表した。 リアルタイム保護、Windows Defender のリアルタイム保護機能はオプションで、以下の機能がある。ソフトウェアエクスプローラソフトウェアエクスプローラは、スタートアッププログラムや現在起動しているプログラム、ネットワークに接続しているプログラム、Winsac プログラムを表示できる Windows Defender の一部。Windows 8から Microsoft Security Essentials と同等のアンチウイルス機能が含まれ、 それ以外の機能も Windows Vista までの仕様から Microsoft Security Essentials と同等のものになった。Windows 10バージョン1607まで従来通りのユーザーインターフェースとなっているが設定機能は Windows の設定に移された。Windows 10バージョン1607から Windows 起動時に検索できる Windows Defender Offline 機能の追加、スキャン結果が アクションセンターに通知されるなどの機能が追加された。Windows 10バージョン1703では、Windows Defender は大幅にリニューアルされて、アプリが UWP アプリとなり、名称が Windows Defender Security Center となった。Windows 10バージョン1709では、Windows Defender Exploit Guard として、Enhanced Mitigation Experience Toolkit として、 提供してきた機能が統合されている。マイクロソフトスタンドアロンシステムスイーパーという製品の後継として、ブータブル CD、DVD、または USB フラッシュドライブにマルウェア削除用のシステムをインストールし、Windows 起動中に検出や削除ができないマルウェアに対処するために提供されている。Microsoft ュリティエッセンシャルズと同じエンジンが組み込まれている。 定義ファイルはネットワークに接続することができるならば更新することができるが CD、DVD の場合は更新することができない。マイクロソフトは以前作成した CD、DVD の Windows Defender Offline のディスクの再利用を推奨していない。Windows 10 Anniversary Update では設定アプリから直接実行できるようになった。ありがとうございます。